さて、アフターテラちゃんのお時間です。今朝はアメリカから、えー、戻ってこられた経済評論家、常年司さんです。常年さん、よろしくお願いいたします。あれ、あと、また、黙っちゃったな。あれ、この前は。よろしくお願いします。いや、さすが。なんかニューヨーク行っちゃったから。私に電話してください。しないから、ニューヨーカーは。<laughs> ニューヨークは英語だから。ニューヨークー、英語得意です。得意じゃなくて、それ。母語でしょ母語です。<laughs> い<や> <laughs> ななんかずっっっと私の言葉言葉てるオウム返しになっちゃいや、ねえー、いや、えーえー、それはね <laughs> ス,タスタイリーでしょ。<laughs> これはちょっと <laughs> はいはいおタ電話してくださいはい,、はい、はい行きましょうはいえー、毎日新聞が昨日と一昨日全国の調査を実施し岸田総理にいつまで総理を続けてほしいかえー、尋ねたところ早くやめてほしいが51%で最も多かったと報じていますずいぶん失礼な質問が、ね、ありますねこれねまあでも毎日新聞ですから <laughs> あそうですこういうのでイラッとさせてなんぼなんですよ左翼、えー、なんでそうなんですか、はい、まあと<ー>いうか,かあの毎日新聞自体 がイラついてるんです。<ー>こいつらが。<laughs> 自体、ね、こいつらがイラついててイラつき返しですね。えー、くだらねえもうだからもう活動家の引き返しみたいになってんで、えー、いいですよこいつらいい,いいですか。放 <laughs> っときまきましょう。えー、う<で>この調査で岸田総理にできるだけ総理を長く続けてほしいが12%え、はい、来年9月の自民党総裁選任期まで総理を続けてほしいが25%だったと言います。まあそれにしてもこの世論調査で総理をいつまで続けてほしいかという質問まあこれも先ほど言った通り珍しい。 かなと思うんですが、まあさらに回答の選択肢に早くやめてほしい、まあこれがある調査というのも随分まあ変わったというか大胆な調査ではあります。えー、完全に回答を誘導している質問と指摘されても仕方がないかと思うんですが、どうなんでしょうね。まあそういうふうにあ<ー>あみんなが思ってるんじゃないですか。はい。だって毎日新聞の調査ってものすごくブレが大きくて、うん、ああそうですか。ですごく低くてますよね内閣支持率だから願望をだから数字に変えるためのなんか努力をされてるんじゃないか。ははあまりこういういい加減な世論調査や 等しくないですよね。世論調査自体の信頼が歪むんで。はい、うん。えー、っいうか、毎日新聞自体が、その、あの、言論の好機たる。 えー、マスコミを名乗ること自体に大きな問題があるのではないかと <laughs> あの読者を見つけるのが土の子を発見するぐらい困難な新聞ですよ <laughs> です、ね、マスコミじゃないんですよミニコミ師なんですよ機関紙なんですよなあもうはっきりしようぜ毎日新聞みたいな話ですよねだって毎日新聞っていう会社自体はもう今中小企業になってでしょで、うん、全然儲かんなくてグループ企業の毎日コミュニケーションズっていうあの、まあえー、就職メディアがあって、はい、あれで食わせてもらってるんですからそう,すかそうそうそう元はこっちがでかかったんですけども立場とっくの昔に逆転しててマイコミさんの方がもう全然。 あのあのパレスサイドビルでももうほとんど舞い込みだし、ああどこで新聞作ってんのみたいな、なもその辺の廊下で書いてんじゃねえのみたいな感じですい、それいこいつらよくわかんないけどさ、ええええ、うなんだかよくわかんないけどさ、えー、はいまあ、そんな感じなんで、はい、はい、まあ、まあ好きに好きにしてと、まあお前らのそのなんか信者の中で楽しく遊んでればみたいな話ですね。問題ある、はい、の声が毎日新聞。こねやろみたいな話です。<laughs> さてあの日本アメリカカナダフランスイギリスドイツイタリアおよび EU の7カ国で構成されている国際会議 G7 主要 国首脳会議といいますが、国連総会の最大会派として知られる途上国77カ国で構成されます G77。中国による G77 プラス中国。この首脳会議がキューバの首都ハバナで行われています。G77 は1964年に途上国77カ国で発足し、現在は134カ国に拡大しています。今回は。 議長国キューバの呼びかけで2014年以来の首脳,開催首脳会議の開催となり116の国の首相あと閣僚らが出席しています、まあ、AKB48 みたいな、ねまあ、そんな響きがあるんですが G77 というのあったんですねおそらくこれあれでしょう。昔のあの 社会科の教科書にあった非同盟諸国会議ってやつを。あなんかあ、分かりましたね。うん、非同盟諸国。非同盟諸国会議ってずっとあって、はい、で、まあチャイナはだからそのね、米ソがリードしているので、はい、第三の道を行くってことでそっち行ってて、はい、でインドなんかもまあこっちで主導権争いをしてるっていう感じですよね。うんはい、でこれでもね、このニュースを読んだ瞬間にこれがどういう性質の集まりかっていうことはわかると思うんですけど、うんえー、首脳会議2014年以来っていうことは9年間開いてなかったんですよね。ああ、そうですね。<laughs> 首脳会議をね、そうだ。グロ <laughs> グローバルサウスとか言って、一塊のようになんかね言<ー>う人いるんですけど、9年間首脳会議、うん、会議だけですよ、はい、開かれていない、常設の事務局もない、うん、えそういう団体がです、ね、その一塊で利害が全部一致してるって考えるのは。うんえー いかかですねこれもう前から言ってますけどねグローバルサウスなる概念はねもうみんなんか好き好んで最近言ってますけどだから何とそういうカテゴリーに入る国あるけど何のまとまりもねえじゃんとだって2014年以来の首脳会議に開始しでしょ2014年っったら前に阪神が優勝したんじゃねえかぐらいのあじゃねえかあれは2005年だって2005年か阪神よりは頻度あるんですね阪神のリーグ優勝よりは頻度は高いけどでもこれベイスターズぐらいじゃないですかベイスターズどうだったかないつだったかは 出てきませんけどベイスターズの優勝頻度中日の優勝頻度ぐらい いやどうなんでしょうね。まあぐらいのもんですよ。うん、そう考えるとああなるほどねみたいな。はい、わかると思うんですけどね。で一部では G77。はい。その後に OMI がついてこれゴミってことですかそうですね。あと SKP77。はい。まあいろいろ。中金ペイですね。そういうことなんですね。と揶揄されているということのようですね。はい。でこの世界の人口8割を代表する。代表してるかどうかわかんねえから。そうかそうか。代表してる。 9年ぶりに会議開いてるんでしょ、はい、どうなんですかね。えー、まあ、代表するって、まあ、強弁することは可能ですけどまあ、世界の人口の8割を代表する会議と銘打って、先進国が作った世界秩序に対し、ゲームのルールを変えようと訴える集会ということのようです。で、世界のこの人口の8割を代表する会議ということから、<laughs> USO 8000ドル。嘘800ですね。読むの大変だけど日本語の簡単ですね。嘘8 0 0だね。えと言われているとも言われていないとも言われているという感じなんですね。8割を代表するってところが結構ポイントで。そのプラスチャイナなわけでしょ。はチャイナの代表って選挙で選ばれてましたっけ。選ばれてませんね。選挙で選ばれてない代表って代表なんですか。はい。でこのまあね130カ国の中にはその軍事制限 とかそういうのもいっぱいあって本当に正当な選挙で選ばれてるんですかみたいな人たちもいるので、はい、そもそもあなた方国の代表って言えるのみたいな民主的な代表と言えるんですか、はい、と言えるような人たちもい,、ま、いらっしゃいますので。 代表するって言っちゃうのはちょっと雑なんじゃないですかね。はいでネット上でも指摘されてますがこういうのを日本の言葉で「右郷の衆」<laughs> と表現するというので今回のこの G77 プラス中国では中国から出席した中国共産党最高指導部の李中央規律検査委員会所 こちらがです、ね、中国と加盟国との経済協力を進める意向を強調したといいますそして中国に北京で開く巨大経済圏構想一帯一路の国際フォーラムへの出席も呼びかけていたといいます中国の巨大経済圏構想一帯一路のバスに乗り遅れ,な、ね、乗り遅れるなと、まあ、こういう呼びかけている感じなんですかねこれねおこのバスだってガス爆発でしょいやそれ言ガス爆発ガス爆発ガス爆発

この間、G20、あれでしょ、ええ、あの李強が行ったでしょ、はい、首相の、ね、一応ナンバー2ですよ、はいね、チャトラン5の一、ねうん、人ですけど、うんはいで、もしすっげえ力入れてるんだったら、習近平が来なきゃいけないじゃん、うんはい、習近平来れないんですよね、いろいろ今。 大変で、なんかちょっと健康不安説とかもあるんです。出てきましたね、出てるんですけど、で利協も送んなかったんでしょ。でこんな小物みたいな来てでやってるので、チャイナも大して力入れてないってことだから、まあね、USO 発表とかですね、GOMI、セブンティーセブと言われちゃう理由もわからないでもないですね。はい、そうか、誰を向かわせるかで変わってきますね。どのくらい重きを置いてるか。チャイナ自体がこの会議なめてますよねって話ですよね。はい。でそんな中国が一帯一路への参加を 呼びかける中ですねえこの一帯一路のバスに乗り遅れるなと主張していたのが日経新聞でしたえ <laughs> この日経新聞系列の経済情報誌日経マネーが中国の不動産バブルの崩壊を中国版失われた三十年の始まりと指摘して世界経済にも影響が出てくるため投資家たちに注意が必要と注意を呼びかけているということなんです、ねうん、どの口がって感じです、ね、<laughs> どの口がそんなこと言って、はい、下引っこ抜いてやる この日本のバブル崩壊において90年から92年頃までに破綻した企業の負債額最大でも数千億円規模でしたが、まあ、そこから10年以上かけて最終的な不良債権処理、まあ、この総額が100兆円を超えました中国最初の2社だけで76兆円ですと今後10年でどこまで不良債権が膨らむのか、まあ、想像もつかないと。で日経マネーはは中国で起きているのは不動 不動産バブル崩壊ですが日本の1990年代に起きたそれと比べてもはるかに深刻な状況といえます中国首位の不動産デベ,レデベロッパー、えー、壁経園と、えー、2位の恒大集団の2社だけで負債、えー、額は76兆円という規模に達していると日本のバブル崩壊においては90年から92年頃までに破綻した企業の負債総額が最大でも数千億円規模、まあ、そこから10年 かけてということなんですが、中国はこの最初の2社だけで76兆円ということですからね。うんはい、まあさんざんこのバスに乗り遅れるな中国への投資を呼びかけていた日経新聞、今回手のひらを返すように中国の不動産バブルを警戒せよ。まあこういうふうに言い始めたことに批判の声も出ているようなです、ね、<laughs> あ出てるんだ。えー、あまともですね。はい、えー、僕はもうこれ前から言ってましたからね。えー、あのコロナ前ですけど、あるあの企業経営者の 集まりがありまして、まあ、業界的に言うとね、まあ、自動車業界って言っていいかな、はい、自動車業界関係のちょっと集まりですね。で、そこの会が、えー、上海にね。 視察を予定してるって言ったんでいやもうチャイナ経済終わるから上海なんか行かないほうがいいですよみたいなことを力説したんですよ俺、ええ、でそしたらねなんか僕の意見を入れてね行かなかったらしいんですけど、はい、今あの時ジョーンさん言った通りだったってすごいなってるらしいんですよ、えー、はい、うん、やっぱだからあのー、まあその合成バブルとかね完成バブルとかまあいろいろ言われるんですけど親方日の丸ならぬ親方後成後期でまあやるのも限界にそろそろ来てるなとでバブルをはじけさせないでこのままいくら引っ張ってもですね経済に毒が回るだけです価格が歪んだままにこう 取引もできないような状態でねいろ、うん、んな、まあ、例えば不動産今あの値段は高くついてるんですよ相変わらず、はい、だけども事実上ほぼ流動性がもうあのなくなった状態ですよね売れないんですよ、えー、キャッシュにできない、うん、持ってるけれども売れない<ー>もうほぼ価値ゼロでしょ、はい、そうするとね闇レートみたいなのが出てくるんですよねそうすね、えー、ですねでまあ結果的にはそれがだからあの事実上の幻想みたいな形になるので庶民の懐をとあの直撃するんじゃないかなと思うのでだ日本もねだから最初の92年ぐらいのところ で大なた振るって全部処理しちゃえばよかったんですけど銀行の放満経営の穴をねそんななんで政府がね肩わりしちゃいなきゃいけないんだっていう世論に押されてなかなか処理できないまま、まあ、12年も引っ張っちゃった、はい、結果100兆円までいっちゃったということですよね、えー、でチャイナなんてそれも現時点でその100兆円も多そうなのにまだ何もできないわけでしょ、はい、っていうかまあ現時点で相当引っ張った結果がこれですからね、はいえー、ここからまだ引っ張るってことはもうどういうことと、ね、いうことなのでまあずっと足引っ張り続けるだろうなこの問題はというふうに思いますね。だからずっっと足引っ張れば 引っ張るほどまあ、立ち直るのも遅くなるってことでしょ？まあそうですね。えー、だからまあ向こう50年ぐらいはダメなんじゃないですか？日本で12年かかってるんで、はい、まあそん軽く4倍ぐらい、はい、4倍か5倍ぐらい、ね、はいかかるんじゃないかなと。えー いいうことなのでやっぱチャイイナ経済ンフレ弱フレだ世界的なインフレが進む中逆行してデフレってことはどんだけ需要が落ちてるんだってことですよね。で人々が将来不安をめっちゃ感じて貯金しまくってるんですよ金使わない。なんでもう物売れなくてデフレっていうね悲惨な状態ですのでこれひっくり返すにはやっぱり日本と同じような不良債権処理が必要なんですが不良債権処理やったら革命起こるかもしれないですね。人々が価値があると思って買ってた住宅全部減損食らうわけですから踊ったやつらも悪いんですよ。 悪いんだけどでもほら踊ったやつら反省しねえじゃんチャイナの場合マンション値下げして売るとか言ったらでも起こしうような国ですからこれ大変だなと思いますねはい頑張ってくださいちょっと前まではね日本を反面教師にするから大丈夫だみたいなことがよくああ都市伝説でしたねのやっぱチャイナフレンズの言うこともいいか減しろと思うんですけど何でもチャイナお見通しみたいなもうやめてくれと見通せてねえじゃんみたいな十分分分まあルトワークねエドワード・ルトワックって人はそんなお見通しでも何でもないよあいつらはともう本当にあのんか付き合い もうなんか状況に流されてコロコロ方針変えてるのがチャイナだから、はい、だから大戦略がコロコロ変わるからあの国はダメだめだっつってルトワークがずっと言ってたんですけど、はい、まあルトワークの言っては通りでしたね結論、はい、的にはね、はい、まあでも今ね車を見ると先ほど車っておっしゃってましたけども、はい、EV これちょっと一人勝ち系じゃないですか,、はい、かいやでも EV やね僕ね、はい、あのね例えて言うとね MD ウォークマンになるかなと。 MD ウォークマン MD ウォークマンって覚えてますミニディスククの MD ウォーマンもう日本メーカーが石けしてたじゃないですかでも MD ウォークマン自体がもうダメになっちゃったじゃないですか iPod の資源ででしょだから MD っていう媒体自体が今ないじゃないですかで電気自動車もなんか MD ウォークマンみたいな感じますねあの EV 自体のまだ市場がすげえちっちゃくてそこでまあチャイナの企業がシェア取ってるんですけど EV 自体が見直される可能性がある 要はでもハイブリッドでいいんじゃねみたいな、はい、結局だってハイブリッドの方がトータルで CO 出さないんだもんその科学的なもう知見があるわけであと水素ね、はい、でもともと EV だとトラック無理なんですよ。 トラックはどっちにしろ水素だろうって言われてたんですけども全部水素でよくねみたいなそうまたトヨタがおトヨタ様がすねさすがおトヨタ様おトヨタ様おトヨタ様ってなるとおトヨタ様みたいな感じですそれにしても G77 プラス中国に参加している国々この中国の不動産バブルの崩壊の話っていうのはどう伝わってたんですか知ってんだろろさすがにとこで中国ままああ まあ、そういうふうに言うんですか、ね。まあ、だからな、ほら、あの、ちゃんと民主的に選ばれてない、えー、ね。はい、国の代表なんかも混じってて、めっちゃ政府が腐敗してたりするので。えー、金くれんだったら、行くみたいな感じじゃないですか。えー、はい。うん、これが、だから、そういう、まあ、あの、開発途上国の問題なんですよね。えー、えー、これは、まあ、いろんな人が言ってますけど、結局援助してもですね。なんか、豪族が声太って、なんか、何も、こう、なんか、その国の基盤になっていかねえみたいな、ね。えー、えー、そんな感じですね。はい。まあ、果たして、あの、中国初の一帯一路、バスに乗り遅れる。 ななのか、イタリアのようにバスから途中下車すべきなのか。え、それとも早く乗り捨てるべきなのか。まあ、これ日本もですね。バスガス爆発。ねはい、え、そこで生きてくるのか。はい、はい、えー、日本も途上国の人たちも判断間違えないようにと。そうですね。すねまあ、どうせガス爆、あ、バスガス爆発ですから。なるほど、はい。はい、と思います。<laughs> はい、以上アフターテラちゃんでした。ジョネさん、ありがとうございました。